中日、溝脇、戦力外、意味わからんことすんな。割れすぎてる溝脇バットが空回り、センスはあった、若手時代に怪我しすぎや、あんだけに言うとってりゃそらね。赤味噌が嫌いな選手だから嬉しいだろうな。あいつ戦力外になる選手をチャンスで代打起用してたの、ほんまなんだったん。来季に向けて1年間戦うための体作りをしている最中に非常な通告が、悲しいな。夏が始まった合図がしなかった溝ドラゴンズで頑張ってくれてありがとう。散々代打溝脇 WW とかいじってきたけど、いざこうなると悲しいです。あんだけこき使っておいて首かい。夏が終わった合図がした、まあドラフトで指してた、出されるやろとは思ってたけど、戦力外は意外だったわ。井上さんの後かな、なんか堂々とやってもらってて。まあそうだよな、どっか拾ってくれるんちゃう。また一歩ネタ球団爆心だな。やたら代打で使われてたけど、とうとうか。タッツの都合いい女ポジだったのかわいそう。現役ドラフト候補だとは思っていたけど、戦力外とは。あのドラフトの指名内容で可能性結構あるなとは思ったけど、マジで溝は聞きったんか。ご視聴ありがとうございました。